2月14日フランスのポール・リカール。ここで初めて中島選手が乗るロータス・ホンダが姿を現しました。すべてが手作りで、設計から完成までに半年以上もかかりました。完成が予定より遅れたため、愛車をやっと目の前にした中島選手の表情にも安堵の色がうかがえます。中島選手が待ちに待った初試乗です。中島選手が乗るロータスホンダが初めてコースにその雄姿を現しました。中島選手はこの日コースを17周走りました。軽く足慣らし程度でしたが、調子は上々。中島選手はいい感触をつかんだようです。なんか長い間ね、待ってて、夕方パッとこう乗ったんだけどね、とりあえず今年1年付き合う車だから、丁重にですね、ご挨拶をした感じなんですけどね。He's a very experienced driver. I think that he has the possibility to do well in Formula One, and it's for all these reasons that we agreed to take him in the team. And I think it's very good that he has the experience of the engine itself.またチームメイトのセナ選手はこの日が2回目の試乗です。セナ選手は去年のグランプリで2勝を挙げ、個人成績も4位で大活躍しました。中島選手にとっては頼りになる味方です。去年は国産のエンジンを乗せたウィリアムズ・ホンダがチーム優勝しているだけに、今年は初の日本人ドライバーによる優勝という快挙も期待されています。